今日は結構、全体的にいい感じだったかなと思うんですけどね。音の外れも、なかったような気がしますが、まあ、間違いは1箇所ははっきりした間違いはあったかもしれない。まあ、間違いも少なかったかなと思うんですけどね。ちょっとまた後で聞き直してみたいと思います。